being cooked in the oven. お分かりになりましたか？本当に可愛い女の子なんですね。心が綺麗で優しい女の子ですよね。I don't want to eat them ever again. Do you think, so what? お母さんが聞きます。Do you think, so what will they eat instead? ここは Do you think で切ります。で、so, そしたら What will you eat instead? Instead っていうのはその代わり。何々の代わりってことですね。この女の子が them をもう食べたくないのと言ってるのかと思うんですが、でもそしたらその代わりにあなたは何を食べようと思うのかしらって聞いてるわけですね。一つの文の中に二つの文が入ってるってことですね。 Do you think? So what will you eat instead? これは日常会話なのであまり深く考えないでさらりと流してみてください。Will you eat instead? I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. On the table. I will eat whatever there's on the table. 3歳ぐらいの子供でももう whatever とかそういう言葉を使うんですね。whatever というのは何でもっていうことですね。だからテーブルの上、on ですから on the table。テーブルの上にあるのは何でも食べるわよっていうことを言ってるんですけど、バットがあります。 Not chicken or meat. No, but not chicken or meat. テーブルの上にあるものは何でも食べるけど、でもね、チキンとお肉はダメなのっていうふうに言ってますね。このお母さんもしかしたらネイティブじゃないかもしれませんね。I don't want to do that. Because they're animals and I like animals. So what will we do if we miss eating? お母さんがいます。もしチキンやお肉を食べない、ミスっていうのはなくするってことですよね。チキンやお肉を食べないとしたら私たちはどうすればいいのかしら。 Chicken and meat. I don't miss eating chicken and meat. How about fish? Fish? Yeah. Fish? Is it an animal? Yeah. I won't eat that either. Oh my god, so what? I won't eat animal! ちょっと大変だな。女の子はそうは思わない。お肉もチキンも食べられなくなるとは思わない。お母さん提案します。じゃあフィッシュ、魚ならどうなのかしら。Yeah. I won't eat that. フィッシュもアニマルだから私はそれも食べないわって。で、もうこんなちっちゃい子でも either、それらも食べないわという時は。ことを言ってますけど、 either という言葉ももう話してますね。3歳4歳でもうほとんど日常会話はマスターしてるんですね。難しい新聞とかニュースの言葉以外は I won't eat animals。 この want っていうのは will not という否定形なんですね。 I won't欲しいの want ってすごく発音が似てるんですけど意味は全然違います。 I won't eat animals anymore。 もう食べないんだ。で、女の子はまた言います。テーブルの上にあるものは何でも食べるけれどもアニマル、動物以外なら食べますって言うんですね。 OK。 So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table but not animals.Why do you feel sorry for animals? Because they're nice and I know that we cook them sometimes, which is not very nice. And I know we like to eat animals that we cook, but that's not nice for them. Yeah, do you think they suffer?
I think that they don't... どうしてそんなに動物をかわいそうに思うのかしらってお母さん聞きます。この3歳くらいから関係代名詞を使うんですね、フィッチ。この女の子がとにかく主張したいのは、アニマルは食べない、彼らはない。で、この女の子は言います。私たちは料理するときに、時々上手にお肉を料理してあげることができないこともあるでしょ。お母さんは、とにかく feel sorry とか、そのお肉を食べるということについて動物たちがかわいそうに思うから食べられないのって、次は suffer、 つまり動物をお肉にするとき suffer、 苦しむから、動物がお肉になるとき苦しむから嫌なのと聞きます。で、女の子はどうも焦点がずれてるんですね。どうしてか最後に答えが出ます。動物をオーブンで焼いたりするのを彼らはとても、動物たちは嫌ってるのよって。But that's not nice for them. Yeah, do you think they suffer? I think that they don't really like being cooked in the oven. で、本当は聞きにくいんです。聞き取りにくいんですね。発音もまだ未発達ですし、語彙力もそんなにないので、何を言わんとしてるのかこっちの方で察してあげなければいけないんですけれども、もうちっちゃい頃から英語を話す環境に置かれてるって、日本人の場合だってそうですよね。お母さんが言う言葉やお父さんの言う言葉をよく耳を澄ませて、同じようなことを真似て覚えますよね。その真似るってことが大切なわけですね。 Thank you for watching。登録するっていうのは英語でサブスクライブって、サブスク、サブスクってよく今日本語でも言いますよね。サブスクリプションの略して言ってるんですが、登録するはサブスクライブなので、 Please subscribe. See you later. Bye.